中野聖也の事情を確かに、なかなか深掘りすることはないですね、ここについては。シンプルに好きっすね、うん、はい、昔から好きっすか。昔は嫌いでした、なかなか入らないで先入っていいよって家族にはよく言ってました。そう、でも寝るにから8時から9時ぐらいの間ですね、結構。じゃあ一般的に、はい、で、風呂入ってもうすぐ寝ますね。いや、ストレッチとかして2時間後ぐらいですね、多分寝るの。まあ、コロナ禍なんでなかなか言えてないですけど、うん、その前とか結構言ってましたね、うん、けどサウナあんま得意じゃないんですよ。ああ、なるほど。入ってる時期もありましたけど、うん、でも温泉を行くのは結構行ってます。なるほど。週どのぐらいで行ってました？どっか行くのは週1とか。あ、週1か。じゃあ結構だいぶ行ってますね。週1とか行ってましたね。うん、週1は持ったかもしれないです。なんで嘘ついたんですか？2週に1ぐらいで。2週に1ぐらい。あ、でもだいぶ行ってますね。あ、結構行ってましたよ。うん、最近は、なんか、防水のスピーカー買ったんですよ。おで、スピーカーで音楽流してゆっくりするのもあるし、うん、最近はこれですよ、やっぱりクワオと、これを入れてます。これは何ですか？ちなみに炭酸風呂を作れるやつですよね、炭酸泉タブレットだ、これ使うとすごい体温まるんですよね、うん、もうこれ半年以上使ってて、うん、温まり方は確実に違うなって思います、うん、感覚的に。なんか今までは、はい、例えば熱いお湯42、3度とかで体を温めるみたいなのが、うん、なんか自分の常識だったんですけど、うん、これ多分書いてあるんですけど36度から41度に溶かすみたいなのが一番効果ありますよみたいな、うんうん、なんでこれを信じて、うん、いつも40度でやってるんですけど、うん、40度でももうあったかいです、風呂後。うん、すごいあったかくて、だからストレッチとかもすごい効果あるなって感じてます、うんうん、考えないようにしてるんですよ、逆にぼーっとしてるんですけど、気づいたらサッカーのこととか、うん、私生活のことは考えちゃってますね、あ、考えてるわみたいな気づくことがあります。ご反省点とかもあるし、そうですね、今後のこととか、うん、今の悩みだとかもあるし、ちょっとイラッてしてたことがあったらそれについて考えちゃうのもあるし、せや選手にとってお風呂って難しい、難しい、非常に難しい難しいのはなんか気の利いたことを言わないといけないっていうこのプレッシャーですよねなんか普通のことしか思いつかないっていう、確かに別に答えれるけど、体と心のリラックスです、なんかいわゆる体を温める場所ですけど、なんか心も落ち着かせれる場所かなと思います。恥ずかしい